ハラさん、こんにちは、カンです。ということで、今日はですね、相手を一度も交代させることなくですね、体力をからして、しかも状態解除もして、さらに、改ざんまりして SS を打つこともできなくさせていこうかなと思います。まあ、それをどうやってしていいかって言いますと、まあ、トルチェのね、一つ目の能力がですね、ヘビニラビっていうのがありまして、独無行、さらにワンポイント取るまで、トルチェと対面した相手に2ポイント間交代印を付与すると。だから、この子でね、はじめに行くことによって、相手は絶対に交代できないんですよ。そっから交代時へリルテッドで行くわけなんですよ。 相手は交代できないから、交代時に SSK 自動蓄積の能力で、あの、僕より早く SS を打つってことが不可能になるわけなんですよ。こっちはもう交代時で溜まっていくのでね、確実にこっちの方が早く SS を打ってね、相手の強化特殊状態を解除。しかも2ポイントが逮捕なんですよ。逮捕っていうのは強化特殊状態無効プラスですね、交代封印っていうのがまたかかっているわけなんですよ。ほんでそっからですね、春に交代していくわけなんですね。春に交代していってですね、この、今持たせているこのラケットをまず打ちます。はい。返球時2ポイントが相手に交代封印 を付与するショットっていうやつを売ってですねそっからこの子で s s を売って改ざんっていうのをねかけるわけなんですよ。 で、まあ、この改ざん能力がどんなんかっていうと、相手がデュースになるまで、相手の SS を高速ショットに改ざんする呪いを付与っていうことで、相手は特殊状態になることができないんですね。はい。ほんで、この子で、あの、交代封印かけて改ざんかけた状態じゃないですか。そっからまたリルテッドに交代して、はい。ほんで、このギアショット打ちます。2ポイントか、相手の交代封印、相手に交代封印を付与するショットっていうのを打っていって、ほんでまた SS を打って、また高速して、ほんでまたトルチェでいって、まあ、このね、あの頃ラケットまたあります。 そ <laughs> れで彼売ってみたり。あとかこの子 ss でもね。高速2ポイント間相手を拘束させることもできるのでね。もう相手を永遠と交代させないって恐ろしい。平成作りましたんでね。今回このいゼれ行きたいなと思いましたけど、ね、今から見ていってください。どうぞ、このチャンネルではシロネコテニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。 はい。というわけで、やっていきましょう。まあ、春とリルテッドが雪コートのキャラなんで、雪コートにやってまいりました。で、トルチェに関しては雪コート適性持ってないので、無属性不一致にはなるんですけども、まあ、一応これイベントなんでね、出張はあの、可能なコートとなってるんでね、まあ、初手、トルチェでやっていきたいなと思います。初手から結構ね、体力も削れて、毒もかけれて、まあ、結構いい感じですよ。ほんで、相手は強制的に交代封印なんですよ。打球効果無効があろうか、 あの、関係なく、もう、強制的な感じなんで、もう、相手は絶対に交代できないという感じになっております。で、まあ、トルチェでね、手を取っていきまして、続いては、リルテットに交代して、ほんでですね、まあ、相手交代できないですから、まあ、3ポイントまで製造からプラス25%とか、そんなんついてたら、また話は変わってくるかもしれないんですけども、相手が交代時のラケットを持たしてる場合であれば、確実にこっちの方が早く SS 溜まるんでね、 もう余裕なわけなんですよ。ただまあトルチが得意属性ではないから、ちょっとだけ SS の溜まりが悪いっていのはあると思うんやけど、まあそれでもね、こっちの方が早く SS 打てるんで大丈夫かなと思います。これはじめに交代封印のギアショット打って、しかも改ざんを受けてる。だから相手は SS でても何の効果もないのにそのキャラを出し続けなければいけないという恐ろしい効果を発動します。ほんでまた、交代封印をかけて、まあ相手は永遠とね、 あのー、こう、魚いまま、雑魚いままって言い方悪いけど、弱いままですね、コート上に出し続けなければいけないと。恐ろしいですよね。ははは。んでもこっからリルで、まあフラットサーブをやって s s をさらに加速させて、そっからもう猛攻していくわけなんですね。素晴らしいですね。あんでこっから SSO を打つとですね、また相手をコーター封印のね、あの闇に落とし込むことができます。その前に決まってしまいましたね。はは。は。 それで、ね、ハマった時はマジでハマるんで、あの、最高ですよ。で、あの、打球効果無効とかね、そんなん持ってる相手が来たら一瞬で終わりやったらするんですけど、あの、黒の後継者とか絶対無理なんですけど、あの、春のざんも機かへし、特殊状態解除も機かへし、なんなら打球効果無効みたいな感じでもう全部ついてるから、後継者で100%の方で編成ではあるんですけども、まあ、あの、楽しいので OK です。ふふふ。勝てる試合があればいいですよね、やっぱり。はい。ほんで、まあ、初めはね、トルチェで行ったんですけど、まあ、失点することが多いですやっぱり得意コートとかではな ないので、ね、相手がなぜねこのサーブをバウンド前にねあの返したかっていうのは全く意味がわからないんですけどもあ,あれかトルチェで交代封印か,かかっとったからやねうんこのキャラでは行きたくなかったっていうような感じなんでしょうかほんで相手空振ってんなな <laughs> んでこっから俺誰で行くんかあもうこれ交代時で打ったらいいねんけど相手サーブタイプがきついなそうそうそう,そうエクセリアもグッド以上で返球時にな特殊状態解除っていうのがついてるから特殊状態解除っていうか打球ここ向こうっていうのがついてるから交代封印もね SS なんていうの特殊状態にな,なられへんっていうのもないんですけども、相手はね、運悪くですね、早いとか遅いで返してしまったので、拘束されてるっていう感じですね。なので、ある特殊状態切れております。<laughs> 余裕ですよ。あえて、ただのハイジャンプ打てるだけのキャラなんでね。まあ、ハイジャンプ打てるだけちょっと強くはあるんですけども、あと陣がちょっとだけあるっていうのもね、強くはあるんですけど、まあ、なんとかね、後ろに引っ張ることによって、こうやって得点をしていくっていうような感じになっております。<laughs> <laughs> まあ俺みたいにこうなんか交代フードラケット3本とう持ってるのってだいぶ少ないと思うんやけどさまあでもそれでも結構強いからぜひやってみていっ <laughs> ビデオはいかがでしょうかこのキャラだに使うだけでも結構な回数交代費かけれるんでね。ありかなと思います。まあ、僕の場合、トルジェってこんな何回も出そうと思わないので、まあ、あの、得意属性じゃないからっていうのもあるんですけど。なので、トルジェに関してはダメージ減税のラケットで、まあ、相手の体力からして。ほんで、トルジェで始めたら交代費かかるじゃないですか。だから、相手体力ない状態で戦うわけなんですよ。ほんで、こっちは交代時で、リルテットで SS って、 捕まえてみたいなねそっからもう負の連鎖が始まるわけなんですよ。んで、相手もね、同じだけと思ってたんでね、あの、お互い交代封印かかってる状態ではあるんですけども、これね、僕の方が不利ですよね、どう考えてもね。走りが明らか遅いっすもんね。<laughs> まあ、突ってない説あるけどね、アトレチェ、ちょっと忘れちゃったんやけど。<laughs> なんか、あんま俺突らんねんな。俺、つい最近、あの聖愛キセレア嫁ったわ。なんか、体力が異常になくなるんや。なんか、普通に戦っとってさ、なんか、相手も同じキャラで来てんねんやんか、もう。 エクセリアミラーをやってんのに、あえて体力ほぼ緑やのに、俺はもうなんか黄色とか全然なってる状態が、これは多分ステータスさやなと思って、さすがにとつってね。うん。やっぱ靴をさ、ダメージカットの靴にするっていうのも一つの手やと思うねんけど、それよりは、あの、スマ向こうってうのつけたいやんか、スマッシュの時た時に、あの空中地面向こうでつけたいじゃないですか。だからまああの仕方なくですね、とつったっていう感じですね。やっぱ、あの、新規転生とかだったらチビキャラにしたいじゃないですか。やっぱ可愛いじゃないですか。だから、うん。 あの、残してるって感じになっております。てか、新規伝説、新規解放、まだやねんな。なんか下旬らしいな。俺なんかもう中旬ぐらい来るかなー思ってたら、下旬やって、びっくりしてた。うん。<laughs> てか、もう毎日ビクビクしながら行きなあかんねんけど、16時には絶対起きなあかんっていうね。ほんまに。俺だってさ,さっきってか、あの、寝たん10時半とかやったからな。10時半とかに寝て3時半に起きてみたいなえや,や、睡眠時間短いみたいな。<laughs> 俺8時間ぐらい寝ないと結構やばいんですけど、最近あんま寝なくてもなんか生きれるようになってるんですけど、これ多分寝た方がいいですよね。まあ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 、そんなことは気にせず、次は、クレコ コードやってまいりました。いや、ほんまはね。あの雪コートであの動画いっぱい用意してたんですけど、なんか不意に消してしまったっぽくて、あのー、あの仕方なしにね。クレーコートでやってまいりました。クレーコートに関してはこれ取るってね。得意属性ではないので、まあ、ステータス的な弱くはあるんですけどもあれなんですよ。あ、イシスとしちゃってる <laughs>。あのー、これあのタワーではなくて、トレーニングマッチみたいなやつで行ってるんで出張が許されてるって感じになってます。 で、こっから特殊状態解除やと思いきやこのね、向こうラケットだけでこっちはわざと打ち上げる。素晴らしいですよ。これわざと打ち上げることによってこれ、特殊状解除を打つことができるんですよ。あのラケットってね、4秒間、あの、打球交換向こうっていうね、素晴らしいラケットなんですけど、2連エッセンスとかも防げるっていうね、2連解除エッセンスとかもね防げるってものにはなってたんですけど、僕は打ち上げることによってですね、2回目のエッセンスを、あの、5秒後とか、 あと、6秒ごとか、そんなに打つことによってですね、2、2発目の SS 解除は、特殊状態解除は、効かせることができるっていう高等テクニックです。はい。ぜひ、リリテッド使ってる方とか、普通に2連 SS ね、光の音とか使ってる方はですね、このやり方をマスターしてみてはいかがでしょうか。ま、あ意外とね、あの、打ち上げるんは、あの、成功しない時もあるんですけども、ま、ああの、練習すれば多分結構な確醒できるようになると思うので、ぜひとも頑張っていただけたらな、と思います。はい。ほんで、こっから、まあ、ま、 高台封印の特殊会場あ,あ取られなかった <laughs>、まあ、結構スルーされること多いんでね、あれなんですけども、まあその分1点入るんでね、こっちの方がだいぶいいですよね。まあこれまたスルーするんじゃん。あ、取った。あ、打球が向こうな。吸 <laughs> いずるいな。で、スマッシュが機嫌スマッシュこれもね、そこそこ強い点ではありますよね。これ忘れてたら一発目は絶対決まるわ。そっからずっと取られるってパターンは結構あったりするんやけど、まあ一発が決まればね、まあいいですよね、普通に。 ねんで SS を取っていきのそっからめちゃめちゃ耐えて、まあ、SS を移ってるのね。頑張っていきたいなと思います。これ危なかったね。ボレーレで返して多分アウトして負け取ったけど、ギリ耐えたっていう感じですね。ほんでこの冷え損しが地味で効いてきましたね、相手。素晴らしい。ほんで SS が溜まってドカン。 はい、取ったとしても、特殊状態解除っていう感じでね、もう素晴らしいですよね。ほんで、これでまた、交代不運やし、しかも、特殊状態にもなれないっていうね、恐ろしい状況ですよ。ほんで、こっからまた、リュルテットで体力を枯らしていこうかなと思ったら、相手はもうスルーしてきましたね。いやー、まあまあ、しょうがないですね。こんなん打ち合ったところでみたいなとこありますからね。ってことは、相手 SS 溜まってるって感じかな。あ、溜まってんね。まあ、こういう感じで、ジャストで決めていくと、素晴らしいということで、皆さんもぜひ使ってみてください。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。